はい、どうもリンゴです。今回は東京コミコンについて更新事項があったので話していきます。まずセレブチケットが新しく販売された分について、10月31日火曜日の正午よりユアン・マクレガー、テムエラ・モリソン、テムエラ&ダニエルのダブルショット、ユアン・テムエラ・ダニエルのトリプルショット、そしてクリストファー・ロイドのセレブチケットが販売開始されました。ユアン・マクレガーのセレブチケット価格が 29,800円と、破格の安さ設定でしたね。まあ、実際に販売開始されて今1日経過しましたが、想像してたよりは争奪戦にならなかったという印象でした。確かに現時点ではチケットピアでは予定枚数終了といった状態ですね。ハリコンサイトはサイン会は全滅しており、撮影会はまあちらほら残ってたり、まあ、復活してるっていう感じですね。やはりチケットピアはつながりにくいという感じでしたが、ハリコンサイトの方で買った人はスムーズに行けたんじゃないのかなと思います。サイン会はそもそもの枠がかなり少ないので、これは割とすぐ完売になりましたね。ベネディクト・カンバーバッチが来週控えているということ、そして追加ゲストの告知がありましたね。これジョンさんのヒントが今回、分かりやすかったのもあって、でもある程度、信憑性のある予想が出回っていたことから、見送ったという人もいるかもしれません。テムエラ・モリソンと、テムエラ・ダニエル・ダブルと、ユアン・テムエラ・ダニエル・トリプルはまだ全然買える状態で、まあ、余裕がある感じに見えます。クリストファー・ロイドも余裕があるので、このあたりは、まあ、欲しい人は直前の購入とかでいいかなと思いますね。さて、追加ゲストが11月1日正午に発表されました。その前日に東京コミコン公式アカウントから、こんなポストがあり、まあ、追加ゲストの予告ですね。まああったんですね。このポストにヒントが隠されているということで、まずミスチーフ、イタズラ、緑色のハート、そして、まあ、縦に読むとロキとなっていたことから、まあ、トム・ヒドルストンが来るのではとざわついていましたが、やはりその通り、トム・ヒ来日決定でございます。コミコンカフェでも話が出ていたセレブの一人ですね。トム・ヒといえば MCU のロキ。2018年の東京コミコンで来日されていて、まあ、僕も実際お会いしたんですよ。撮影会だけなんですけどね。その時のステージで、また来ると言われてたんですね。で、まあ、今回、その言葉が、まあ、実現することとなります。すでに、セレブチケットの価格、発売日も決定しておりまして、まず価格が 29,800円。ユアン・マクレガーと同じ価格で、正直、今回も激安です。めちゃくちゃ安い。前回の2018年の時は、セレブチケット 28,000 円でした。で、まあ、今、円安が進んでいることも考慮したら、まあ、3万切ってるのはめちゃくちゃ安いですね。11月8日水曜日の正午からセレブチケット販売開始されます。この日は新田真剣佑さんのセレブチケットが同時に販売されるので、まあ、回線混みやすいかもしれませんね。で、その前日ですね、7日火曜日の正午からはベネディクト・カンバーバッチのセレブチケットが販売開始されます。こちらは 33,000円。来週は火曜日にベネディクト・カンバーバッチ、水曜日にトム・ヒと真剣佑さんのチケット発売です。なかなか大変なチケット争奪戦になるかもしれませんね。チケット争奪戦になる時のおすすめの購入方法については、まあ、前回の動画で紹介しているので、ぜひそちらを見てみてください。そして今回はダニエル・ローガン前売り券の販売ありません。当日券のみです。サイン会もしくはセルフィー券は 12,000円、サインとセルフィー券がセットで 14,000円となっています。ダニエル・ローガンさん、気さくな方で、まあ、時間をとってかなりフレンドリーに接してくださりますので、ボバ好きでお時間がある方はぜひ行かれてみてください。ということで、今回はトム・ヒドルストンの来日決定について話しました。僕は前回撮影だけだったので、今回サイン会を狙いたいと思います。サインはまだ持ってないんですよ、ぜひ書いてもらいたいので頑張ってみようと思います。で、撮影会サイン会は、まあ、サイン会の方が枠が少ないんですね。なので、撮影会サイン会両方を狙うっていう人は、まずサイン会を先に抑えてから撮影会を買った方が絶対によろしいかと思います。まあ、最悪ね、
まあ、撮影会は枠が多いので当日券出たりすることも、まあ、割とあるんですが、まあ、サイン会そもそもね、枠少ないんで、まあ、なかなか当日狙いにくいかなというところもあるので、まあ、まずサイン会押さえてください。で、追加ゲストあるのかどうか気になりますよね。僕はまだあると予想します。まだねコミコン公式さんの方から最後という言葉が出てないので、あと一人二人ぐらい来るんじゃないのかなとね、これもね、まあ、あのコミコンさんの交渉次第というのもありますけど、期待して待ちたいと思います。では今回はここまで。じゃまたね。